エマニュエル・パユエマニュエル・パユは、フランス語圏スイス出身のフルート奏者。ソリスト・ケンベルリン・フィルハーモニー、管弦楽団主席フルート奏者。ジュネーブ生まれ。5歳でリコーダーを、6歳でフルートをはじめ、フィピップ・ビネとフランソワ・ビネに学んだ。バーゼルで、ペーター・ルーカス・グラーフに、パリ音楽院でフルートを、アラン・マリオン、ミシェル・デボストに、室内楽を、 ピエール・イブ・アルトをクリスチャン・ラルデに学び、1990年に主席で卒業した。その後もバーゼルでオーレルにこれに支持した。1989年から1992年までバーゼル放送公共楽団主席奏者を務めた。1991年10月にミュンヘンフィルハーモニー還元楽団の入団試験を受けて合格し、 1992年12月から主席奏者として演奏する契約であったが、1992年10月にベルリンフィルハーモニー管弦楽団の入団試験を受けて合格したため、ミュンヘンフィルでは一度も演奏していない。ベルリンフィルでは1993年9月から主席奏者として演奏を開始した。2000年、抱える仕事の多さからオーケストラに、 休暇願いを出そうとしたが認められなかったため、6月に一時、退団したが、2002年4月に復帰した。1996年より EMI と契約して、録音活動を開始した。ビバルディの競争曲集、テレマンの競争曲や、モーツァルトの競争曲と四重奏曲、プーランク、ミオ、ジョリベ、メジアン、デュティウ、三巻らのフランス近代の作品、プロコフィエフのそなた、 ハチャトリアンの競争曲、イベールの競争曲などを発表してきた。ありがとうございます。